と発売中ヤッホー、てかウェルカムコメント、より これに決定。あとさ、これも変えなきゃ。あれ？分からん。やっぽフラペチーノさん、なべさんお疲れありがとう、うっぽさんもお疲れありがとう、ゆうやもお疲れありがとう。なんでそんな、めっちゃお疲れ送ってくれるじゃん。疲れてる、疲れてないの、それがびっくりするほど、びっくりするんだけど疲れてはいないんです。実を言うと鉄人リコチです。なべさんお疲れありがとう、にゃんこうっぽさんお疲れってありがとう、にゃんこゆうやお疲れってありがとう、にゃんこ写真集届きました、パチパチ、にゃんこ先生ハートありがとう、こんばんピーナッツ、りこちの巨大看板のところに来てくれたのだよ。そうなの、ソニチルチくん鑑賞中、やばいやばい、トミーさん、福ちゃんちありがとう、かわいいメイクも髪も大人っぽ、嬉しい嬉しい、確かにちょっと大人っぽいと思いながら配信画面を見つつ配信を始めた。髪はでもポニーテールしてたんですよ、巻き巻きの、でも下ろしてちょっとくせ毛ちゃんって感じで。トミーさん、福ちゃん、佐藤ナスコお疲れありがとう、福ちゃんチハートは、で顔は多分ほとんどのメイクが落ちてます、肌に触れているメイクが触れているメイクがほとんど落ちてます。ここぐらいしかない、今多分。アイスレモンさん、もう多分22歳の溢れ出る大人っぽさがあるんだと思います勝手に作ったトトラ回復薬ありがとう、おかえりなさい、今日は楽しかった、暑かったけど楽しかった、それな移動大変だったでしょ、それがさ、それがさ、めちゃめちゃあっという間でしたやばいよ、びっくりするほどあっという間、朝はなんか遠いなとか思ったけど、なんかすぐだった。福ちゃんってトロピカルジューチューありがとう、ポンコツさんいいねってありがとう、ハンニバルさん、ソラナルさんありがとう、移動全然大変じゃなかった、朝は、でも聞いた、まあ、大秘宝なんですけど、もう命ぐらい大事なあのクソデカヘッドフォンを持ってくるの忘れて、マジ行きのタクシーで激ナイだった、もう気づいた瞬間、ヘッドフォン忘れたみたいな、いつもここにかけてるからないってなって、うわーショックってなったんですけど、割とノイキャンなしイヤホンでも大丈夫でした。ハンニバルさんありがとう、白雨さん、ハンニバルさん、マッピーさんありがとう。でもいつもそのノイキャンをしないと本当になんか落ち着かないタイプだったんですけど、割と今日はね、まあ、落ち着かないかなみたいな思ってたけど行けました。そうなの、序盤で気づいたのがマジ辛かった。でも本当頑張って、なんか頑張って行ったり、頑張ってもうまた家に戻って取りに帰ろうかなと思ったけど、往復の時間とか考えたらもうその出勤に間に合わないのでちょっと諦めました。そこはやっぱりかわちゃんありがとう、ありがとうです。回復薬やっぱりノイキャンヘッドフォンで一日の過ごしやすさを得るか、それを取りに帰ったことで遅刻して遅刻してしまって一生なんか本当傷をつけて、アイドル人生に傷をつけてつけるかでちょっと
天秤にかけたところ、さすがにちょっとあのアイドル人生に一生傷をつけるのは良くないのでちょっとやめました。ハンニバルさん、マッピーさん、白雨さん、シンプルに佐々木さん、ホムさん、鈴木清隆さん、マサさん、かわいい、ありがとう。ホムさん、ありがとう。フェス最高すぎた。え、それな、ポジションは神手多かったっすね。いや、タクシーで徳島まではどう頑張ったってちょっと何円かかるんだろう。ホムさん、白雨さん、下ろしたのかわいい、嬉しい、綺麗って。ウレピーナッチュです。バリーさん、お疲れって、ありがとう。たくまさん、それはまあ冬美、たくまー、ゆうゆうゆうさん、たけさん、たかいちさん、かげろうさん、しゅるにちぴんさん、たかいちさん、ありがとう。元気だよ、美のポテンシャルがとんでもないです。明日はメンテナンス、明日はメンテナンスです。たかいちさん、ありがとう。シーメンス、まささん、まきゅうさん、ありがとう。だから後で予約を始めます。それです、それだけ可愛いんだもんな。でもさすがに移動後のすっぴんはちょっと見るに耐えませんでしたね。鏡でどうしたのみたいな、誰かと思っちゃった。マサさん、ワキューさん、ありがとう。ねえ、昨日もすっごい楽しかった、最高でした。そう、帰り早くめっちゃ感じた。帰りのバス移動、車両移動はずっと爆睡してたので、あっちゅう間でした。爆睡、マジめっちゃ深い眠りすぎて、この数日間の寝不足が一気に解消されました。平成天狗さん、マサさん、ありがとう。ヒロさん、ありがとう。夏みかんちゃん、かげろうさん、サラヤマフミ、サバトラネコちゃん、あやとくん、ヤギさん、かわいい、ありがとう。イヤホン入れといてよかったって本当思ったよね、本当に。平成天狗さん、アッキーさん、あとヤギさん、かわいい、ありがとう。アッキーさん、村井富雄さん、馬ひとつじさん、アッキーさん、そうさん、そうちゃん、テンションマジだだ下がりです。そう、リコチの写真集見たけど、ここ最近見た写真集で一番良かったで、ありがとう、嬉しい。ハセピーさん、アンディさん、リコ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 が好きだ。ハセピーさん、ありがとう。ノイキャンだけ、わかる、ノイキャンだけしてる時とかある、わかるわかるわかる。なんならヘッドホンだけつけても耳がこうやってなるので、外の音が聞こえづらくなるからいいんですよね。りょうたくん、りょうたくん、からし大根さん、あきらさんだったの、おりちゃん、のぶろうさん、まささん、回復薬、はせぴーさん、ありがとう。週末の移動が大変みたいです。16日17日の新幹線計画運休、ちょっと待って、え、写真集イベントやん、え、やだ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 。食パンダさん、ありがとう。やだやだ、放置、函館夜景の日行きたい。食パンダさん、みやちゃん、ありがとう。しんいちさん、小賀大輝アクブラ推し、ああもう難しい名前、名前さん、あもう最悪なこと言っちゃった。真面目な顔見てた、やったぜ。しんいちさん、まささん、かわいい、ありがとう。熱中症倒れちゃったの、心配。ゴミゴミ、かわいい、ありがとう。ジェリーさん、ひびきさん、ありがとう。今日は気分を変えてリップが違うけど、このリップの色がかわいい。ラッカー、111番、ラッカー、りかこちゃん、さかなさん、ねえ楽しかった、話し会楽しみ。全然混んでなかったよね。ひまわり29さん、ありがとう。初めてリコチ、嬉しい、また来てね、またね、ツーです、キョンシーさん、ゆきまるさん、キャーちゃん、カークもちろんさ、2日間ありがとうね。ツーですさん、ジェリーさん、ありがとう。ささがなさん、ありがとう。写真集セルフ朗読会全然できない、台風の影響、どうなっちゃうの。笹川さん、山丸さん、りかこちゃん、来ないでほしい、台風直撃無理。ケンちゃん、ありがとう。りこちに会ったらハグしそう、キャー
ちなきゃ。ん？広島、そうだよね、最高すぎた。あ、よかったよかった。一日お疲れ様だよ、しんいちさん、みやちゃん、ありがとう。111番覚えた、覚えた、使ってね。チェリーさん、ありがとう。え、それな、来月ライブって聞いてやったーってなった。けんちゃん、あきてつさん、こなかちゃん、ありがとう。チキンヤロー7人のバカ、頑張った、ありがとう。安全策取ると15日に動かないとやばいかも。クルーズ終わりに東京って最悪のスケジュールになるかも。おや、初めてのリアルお話会ねえ。私も最高の2日間ありがとうすぎた。キャーさん、レインボーありがとう。チコさんがこちらに来れなくなっちゃったらどうするんだ。だいたい台風は予報より早く来るから大丈夫じゃないかな。ノブローさん、ミアンさん、ありがとう。右にそれろ、右にそれろ、右にそれろ。本当、私不在だったらどうなっちゃうの？一体どうなるの？キューさん、かわいい、ありがとう。あ、お話し会さ、名札つけてたら便利よ。Q さん、サム、ありがとう。実物のリコチ、顔が小さすぎてずっとリコチにキュンキュンしてました。こんなんだよね、私の顔ってさ。こんなんだよね。微積扱いなんだ。いや、わかるよ。みんな冷静に考えて紙相撲、私こんな可愛い子と紙相撲してたこと思い出したらじわるって言うけんだけど、冷静に考えて紙相撲めっちゃ私ハマったんだけど、あれ以来なんか紙相撲を、紙相撲のあの選手たちを集めるのが好き。お豆さんなの、ピンポン玉なの、ね、こんなんだよね。だからほんと近くで見ないと見えないくらい小さいよね。そうなんだよ。私もだよ。お話できて嬉しかった。私も出張紙相撲マジしたい、またしようね。ヨキミルンさん、お手紙ありがとう。紙相撲のお相撲さんぐらい小さくてびっくり。そうだよね。あの力士たち、紙相撲を負けた私に負けるなんて超珍しいよ。サトシさん、ありがとう。だって私超強かったのに。1回ぐらい負ければよかった。なんだよねえ、土台が強かった。何？力士が強かった？鬼？鬼？なんかね、骨しがれたの？ガチじゃん。そうだよ、寄り切りで勝ってた。そうだよ、倒さなきゃいけないんじゃなく、そう、寄り切りもあるんだよね。あの線からはみ出たら、でもマジで絶対私を倒すみたいな、絶対私を倒すみたいな人はもうすごかった。ドンドンみたいな、トン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 ドンみたいな感じで、トン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 だったのに、ドンドンドンみたいな感じで、そんなに勝ちたいのか。松さん、ハートありがとう。あ、そんなに勝ちたいんですか。栗が、そう、栗はめっちゃ弱い。そう、栗対、でもおばあちゃんとおじいちゃんだったらおばあちゃんが強い。みやちゃん、お誕生日おめでとうございます。オイラの誕生日、お誕生日おめでとう。マスノリさん、どれもありがとう。みやちゃん、ハートありがとう。何の話？
が弱いのかと思ってた。違うんだよ、勝手になんか勝手になんか負け、みんなが強い。リコちゃんと長く遊びたいからちまちまするの。おめでとうございます。一回負けたのは悔しかったな。まさかのね、この激弱私に負けるなんて煽りフェイスいや煽れるほど強くないんだよ。え、そんなに煽れるほどのものではありません。カエルさん、スノー、ありがとう。おめでとうだ。なんかさ、8月生まれって多くない？8月生まれの人多くない？私の周り結構8月生まれ多い気がする。わかる。9月も多い。コンコン、人生のコンさん、誠さん、ありがとう。ねえ、私の声ほんと大きいよね。そう、楽しかったからよき。ん、ニョッキンビルンさん、回復薬ありがとう。モチさん、コンコン、人生のコンさん、誠さん、ありがとう。結婚して投げれるなんて羨ましい。みんな、おお、8月生まれ多いのかな。じゃあそうで、こんにちは、ありがとう。ラッキーミルンさん、レインボーありがとう。フさんもハートありがとう。いや楽しかった、びっくり。いやでも本当充実したこの5日間だったなと思います。いやすごくない？テレ朝のサマステさん、アイドルサマージャングルさん、お話し会、ファイティングサマーさん。え、この5日間ちょっと記憶ないです。なんか凝縮されすぎてる気がする。こんだけに感じる、この5日間。5日間ってこんなに長いのにさ、もうこんだけにしか感じない。あっという間すぎて。なんか、えりいちかちゃんありがとう。ピコピコハンマーよりリコツの元気な大きな声が良かったね。そっちは本当大きかった。サム、ノリさん、でもさ、マジ大きいよ楽しすぎてね。シバさん、ノリさん、マクールさん、ありがとう。全部言ったファンもすごい。マジでいるよ、そういう人いるよ、多分。忘れられた？もう初日とか思い出せる。サマステは憧れすぎたから。なおさん、スノーありがとう。話し会は行かないのがもったいないと思った。そんぐらいいいイベントでしたよね。縁日またしたいな、サプライズ連、こういうの。ね、マジ飛躍でした。ちょっと待って、明日のあれしようよ。明日は14ね。美咲ちゃん、トシさん、ありがとう。サマステからまだ4日、ほんとそれな。5日間しか経ってない。リコちゃんと話せるのがもう楽しい。嬉しい。でもゆっくり話したいね。次は、てか握手させろ急に。美咲ちゃん、トシさん、ありがとう。リコちゃん楽しすぎたよ。
どうしよう明日深夜ミロコーさんありがとう次の握手までに手も聞くとかもリコチあ手ムキムキだねいいじゃん私も一眼ハンドクリームを買っとかないとそうゲームせずにゆっくり喋るのもねいいんだよねそうなんよねネイルしたいんだよねあとうわ逆向けがドアップ逆向けさせてしまった今爪が長いけどネイルしたい一生手が洗えない大丈夫だよ洗わせないから急に怖いじゃあこれで予約しちゃおう休業日悲しいお盆ですかもしかしててか電波お盆だからかなねえ悔しいアルバム話し会での椅子に座りながらわかるゆっくりなんかカフェでみたいなトリガーさんありがとうカフェでお話し中みたいなドリンクあったら最高ねトムトムさんマスノリさん福ちゃんありがとうなんか10分ぐらい話すのはもうそんなの大行列できちゃうからダメねそれだったらガチカフェみたいと思ったのにトムトムさんリョウとかマスノリさんスノージルのハンドクリーム使いますいいねマスノリさんありがとうジルシチュワンアートかわいいよね悲しすぎる私このためにま何でもやりますこのために頑張ってたのに難しいわそうだオンラインだとマックス7分半かいやそれはねいいね爪もしたいしお盆休みかお日様おじさんムービングさんありがとうさすがに倒れる大丈夫か血の巡りが良くなるかもよ血行が良くなるかも うわ悔しいなあ
行ってみようかな。来い。大人気。大人気？予約取れない。結構促進サウナよ。サウナみたいなもん。私との話から、めっちゃ良さげーっすなのに。もう無理かも。私別のとこ取れなかった。マリュ、ヒララさん、ありがとう。にゃんとー、助けてみんな。16日何も入らなければメンテいけるって言ってたけど、いけなさそう。いけなさそう。明日がいい。いやー、取れるんじゃない？お願い、お願い。明日って平日よね。休みでやってるところ少なくて集中しちゃうのかな。それ説あるわ。考えてること一緒なのかな。くた祭りでリコチに会う。雪帽子も行ったの。最高の広島、最高の広島。最高だって。メンテ後の島旅クルーズで可愛い姿見せたい。マジでマジで見せたい。よし、これで行くぜ。明日ない。スノーボヤッキーさん、ありがとう。悔しい。島旅の朝一ならあるけど10時、もう乗っちょるじゃんね。あ、待って、私変なところで見てた。ロムさん、ありがとう。変なところで見てた。明日14じゃん。いや、朝一はきつい。明日の集合何時だっけ。お役目前に行くか。ヒデさん、ロムさん、ありがとう。そっちかな。島旅グッズ販売なくなったみたいで悲しい。ヒデさん、ありがとう。台風直撃は怖い。変なところで見ちゃダメよって何？なんだっけ？何の話だっけ？お役目前かな。リコのトリコ。忍者姿だったら笑う。でもちょっと真っ白、ちょっと外出るとき忍者かもしれない。私写真もまた場所変更すんの？つまりは？あれは？ペダルと車輪と来た道と MV 聖地は？あ、そうだ、口コミ見ないと。てかね、まつげパーマもしたいんだよね。
みんなと次パーマしてるの可愛いんだもん、羨ましい。みんな疲れありがとう。でも私そんなまつげが上がりにくいわけでもないし、下がりづらい、下がりづらい、まつげが上がりづらいわけでもないし、こうやってちゃんとカールもキープしてくれるんですよね。だからまあいいか、まつげに困っていないので。え、戦場での撮影に変更。え、ちょっと悲しいかも、ちょっと悲しいちいかも。あ、じゃあでも思ったんよ、未来神の丘って真っ白やけ、ゲレンデ焼けしちゃうんじゃないかなみたいな不安で、やばい忍者スタイルでしか行けないよみたいな思ってたんですけど、なんとか。でもそっか、貸し切り感すごそう。サイさんありがとうね。まあいいや、なんか本当はお得っぽそうなんだけど、口コミ見てみよう。なんか似たような年代の人がよきよきって言ってるから、よさげ。行ってみようかな。スノーありがとう、ハート。あやかちゃんも音符ありがとう。しらすさんありがとう。口コミ見るの大事だよね。去年未来神の丘行ったけどめっちゃ暑かった印象。じゃあやっぱちょっと気をつけようかみたいな感じで変わったのかな。なぜ変わったのかね、わかんないけどね。かわいい。まつげパーマって高級品なんだね。高級品、確かに。海か、確かに。口コミよさげを、しらすさんにおっきみるやさん、パン君ありがとう。忍者 NG だったってこと。いやさすがにファンみんなで話す。リコーチやめなよ、バリバリバリ、わああやかちゃんハートありがとう。そうなっちゃうのか、さすがに忍者はやめてほしいよね。明日14日ね、 OK。 じゃあ施術時間何時間なんだろう。ふんふん、じゃあ念には念を入れて、オキャーって生まれる。ほんとよ、この時間で行こうかな。ツオパ不要？でもそうなんだよね、なんか私的には撮影とかがあるときにまつげが上がりすぎてたら雰囲気が変わっちゃうこともあるから、ミキヤくんありがとう、ありがとう、こちらこそ。うん、上がりすぎててもバキバキボキビーって感じだから、おぎゃーです。じゃあ明日はまあ
いやだってこのために私頑張って眉毛をもうボーボーにしてきたんだから整えてもらわなきゃ。やっちゃおっかな。じゃあ明日はちょっとだけ早起き頑張ろっかな。あーさんありがとう。やっぱりみんなに可愛い姿を見せたいからね。あさってうわ明日も暑そうだ。怖すぎんかこれ。もうずっと35度が続いていますが怖いすぎんか。ボーボボ、サッチーのメールでリコチー送ってくれたの。じゃあ明日サッチーのこと送ろう。アーさんありがとう。サッチーがねメッセージカードくれたりしたんだよ。可愛いよね。シンプルに佐々木さんありがとう。可愛くなったリコチーをね、ぜひともお願いしやす。カラスさんシンプルに佐々木さん。バリーさんファイトありがとう。よしやるしかないか日向中さんかわいいありがとう。ミキヤくんありがとうハート。明日は40度の熱出して寝込むことになってます。けんだけどなんでなんで。明日はそうだよね。明日は日向とかさんありがとう。かわいい。ミキヤくんハートありがとう。広島の病院行くのおもろ予定。モッツさんありがとう。明日どんな、あさってワンチャン私服らしいんですけどどんな服着ていこうかなって悩んでます。モッツさん、ニョッキンベルさん、ジョージさんありがとう。にゃんにゃん、ベニちゃんありがとう。マイク。ジョージさん、レインボーありがとう。にゃんにゃん。これ近いんだよね、待って。近いんよね。それも考えていかなきゃ。近いです。どこですか。近そうです。いいね、これでいいね。ジャックさん、ビーショップアンさん、トートイモ、ファイトもありがとう。ホッチありがとう。ワンピース系とか持ってないんだよねワンピースがやっぱ好きですか、みんな的には。ジョージさん、ベニちゃん、モズさん、ニョッキンミル、キハセ、オッケー。
夜隠しました。8月14日よしよしよし、これで私はとても QO クオリティオブライフが高い。生活の質高い。まる、おひさまおじさんハートありがとう。え、だよね、ワンピースのイメージ絶対ないと思う。でも可愛い服着ていきたいな。よきみるさんありがとうです。パーパー。写真集なんて良かった本当。なんだって服持ってないの。靴もなんか靴下とかも持ってないの。確かに長時間だからね、私服のが確かに楽。確かに制服って割とふって。じゃあワンピースを視野に入れながら行くね。でもなんかワンピース着たらね、私ねちょっとなんか優先席に譲られそうな見た目してしまうんだよね。どういうこと？明日は12時45とかに家出れたらいいな。汗かいてごめんねすぎる。あら赤ちゃん。12時45かな家出るの。今日頑張って早めに就寝しよう。てかボムの応募よろしくね。ボム応募してる？ツタヤ限定版。明日ツイートしようと思ってるんだけど恥ずかしいかもしんない、オフショット。でもこれを機にいっぱいね、やっぱハヤトさんハートありがとう。利用というかなんかその使っていかなきゃ、チャンスを掴んでいかなきゃ。マジで私も T シャツのイメージしか自分にない。涼しい格好にしよう。じゃあ明日は11時半ぐらいから配信しようかな。岩尾かわいい、ありがとう。戦うマトルシカさんハートありがとう。オリちゃんちだるまありがとう。ありがとう。ミキヤくんハートありがとう。え、見れる？よかった。ああ、今日でまた日焼けした説あるんだよな。なんで？ツタヤ限定版は裏表紙私なのに。ハヤトさん本当ありがとう。あ、お話し会の受付もありがとうございました。皆さんお世話になりました。日焼けしすぎて腕痛い、それは大日焼けですね。見てまだこの縁日ブースのこのチケット持ってる剣が。闇猫ねっこさんありがとう。腕で塩できてた、ウケる。もう来年使うしかないか。とっちょこ大事に。
大事にとっちょこ、大事にとっちょこ。見て見て、15枚残ってる。めっちゃ残ってんじゃん。うるうるさんありがとう。じゃん、エキサマ T シャツゲッチュー。チチなのだ。え、割とガチ。このこれ入ってるのってガチだよね、 T シャツの中に。じゃじゃばん。エキサマ。じゃじゃばん。STU48。これかっこいい。買ってよかった。おそろーち。嬉しい。マジで良かったですね。フェスってこんなにも楽しいのかって嬉しくなりました。 T シャツ好きの私には大大嬉しいプレゼント。色がいいよね。白黒と白黒とパープル白があったんですけど、私は紫にしました。トトラいいね、ありがとう。おひさまじさんハートありがとう。大塚製薬さんはほんとポカリ飲み放題にしたり、ほんと太っ腹でした。お菓子とかもたくさん、カロリーメイトも3箱もらいました。おひさまじさん、岩尾さん、いこう、ありがとう。岩尾さん、みきやくん、ありがとう、ハートね、ええ色。お水もね、もらいましたよ。クリスタルガイザー、私クリスタルガイザー好きやもんね。確かに目指せ CM、 目指せすぎるよ。クリスタルガイザーさん、大塚製薬なの。飲みながら運転、わお、頑張れ。私は本当に応援しています、あなたのこと。カズさん、回復薬ありがとう。カズさん、お疲れもありがとう。ミキヤくん、ハート。岩尾さん、ハートありがとう。ヨイチさん、文句ありがとう。いっぱい飲みすぅ。確かに CM 来ないかな。来るの？俊介先生ありがとう。真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃないんだよ。直射日光を浴びてると生きてるって気がするんだ。いっぱい歌うしかない。アイドルのステージに比べたらこんなのなんでもないさと自分に言い聞かせてる。マジで？そんな。俊介先生ありがとう。カズさん音符元気。マジこの歌元気もらえる。チキンアロン7人のバカペンライト。響ちゃん音符ありがとう。やったぜ。真夏のこの暑さ。今日は割と一番上手に一杯の水歌えた気がする。あかんない。サマジャンも良かったです。歌い出しは最悪だったと思いますが、7人のバカブラボー、ありがとう。しっくりこち嬉しい。真夏のこの暑さ
緒に行こう。サマちゃん最初なかなかだったよね。ひどい本当に言われちゃった。まあそれな、マジ緊張してたし音取れなかった。しらすさんかわいい、ありがとう。かずさん音符ありがとう。今日のやつ本来の瀬取りじゃないって話聞いてびっくりした。あんまり感じなかった。え、本当ですか。マジびっくりしたよね。ついたポジションについた途端最初の曲が流れるからと思ったんですよ。そしたら なんかクリックが違くて、クリックってわかります？曲前に流れるチッ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 とか、それが最初やるべき曲はチッ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 一体誰、あ違う間違えた、最初本当にやるべき曲はドゥンドゥンチッ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 ダラララララララダダダで、割と力強いクリック音だと思ってたんですけど、ていうかまあ4つのクリック音チッ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 ダラララララララダダダなのに、今回頭に流れちゃったやつはチッ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 、うん一体誰のために、やばいやばい、もうこんなの分かるわけないじゃん。急に流れ始めてびっくりしました。夏曲の一杯の水も似合うのに冬曲の砂晴れも似合うなんて天才すぎる、嬉しい。よしさんありがとう、嬉しすぎる。そう、綺麗に汗かける。いやびしょ濡れじゃん。ほんと CM 出たいの。リカバリーできてたね。とりあえずマジやったよ、頑張って。んーために走り続けてるのかふと疑問に思って立ち止まりたく。そうだからメンバーうんってなって、そうなのそうなのそうなの、ぼーっとしちゃった、ぼーっとしちゃった、どんな感じだったっけって思い出してた。いやそうなんよ。でそっから何が来るの何が来るのって思ったら ST48 でした。本当は最初の1曲目は ST48 でした。ねえ ST48、リコバリーよ、リコバリーだよ。 ST48 デイズヘタレたちよの順番だったんですけど、 ヘタル ST48 サングラスデイズってやっちゃったんですよ。びつくりです、びつくりです、びつくりでございます。でしたね。まあでもそれで本当はヘタレたちをするつもりだったので、じゃあ頭からヘタレたちをしましょうっていうことになって、いや STU の曲でよかったよね。本当急になんか真夏のサウンズグッドとか流れ始めたらびっくりしちゃうと思った。そう、よいちさん本当ありがとう。ヘタレたちをから奥海に行って、で一杯の水でした。でも本当のセトリ順だったら奥海、一杯の水、ペダルと車輪と来た道とでしたからの愛の重さ。まあでも無事です、一杯の水も私はもう大事にしてたので。結構3曲目か、喉やられてないかな心配と思いながらやってました。去年のフェスはそうだね、なんか急遽曲が変わったやつがあったんですよ。本当は暗闇だった予定がヘタレたちよに変更になって、ヘタレたちよのポジションにいたのに、ヘタレたちよだったかな、うん、まあ多分ヘタレたちよのポジションにいたけど急に暗闇が流れ始めちゃって、いやいやレッスンしてないじゃんってなったんですよね。でも頑張りましたね。いやー
確かに集合写真あった。だから他のフェスより特別感ありましたね。確かにそれはそう。いやー楽しかったね、本当にいい一日を過ごしました。いい3日間でした。ハルルさん、笑ありがとう。恋積んじゃった好き。最高の夏の思い出ありがとう。こちらこそです。いやー本当にまさかね、まさかあんなことが起きるとはね思いませんよ。まあでもね、このメンバーだからできたこの臨機応変さでリカバリーね。ーマジ最高でした。夏満喫でした。本当ありがとう。もうお腹いっぱいやばいじゃん。まだまだ夏の思い出作れるかな。作れる感じですね。おやっきーさん、とうとうありがとう。まだまだあるよ。カズさんもいいね、ありがとう。まだ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 あるよ。都会はね、暑いね。そうなの、めっちゃ作れる。まだまだあります。9月もあるだろうし。9月は舞台だよ。そういえばびっくりした今、スケジュールがもうパンパンパーンで、お舞台か作れるさ。よし、じゃあそろそろおいとまといたしますかね。お風呂に入ってメイク落として美肌バックして寝るかの。美肌パツク大事。美肌パーク。いや駅様楽しかった。ブブブ舞台。二列目。先行最高。すやすやしましょう。なんか久々に長時間寝る気がする。じゃあここ最近の睡眠時間。この5日間の睡眠時間を発表して終わりたいと思います。誰得なのって感じやけど、9日から始まったんよね普通にリアルすぎて話せんわおしまいだわこんなん。佐藤のんすけ、ふみちゃん、やまちゃん、おひさまおじさん、ひびきちゃん、やまちゃん、ひとぶよさん、かるかる、あーよろぴくぴくだ。5時間切ってる、驚かない。2時間半5時間半、3時間半、3時間20分、3時間半所定具。でも私さ、割と予想より終わってたでしょや、終わってるんですよ私。みさきちゃんハートありがとう。福ちゃんちお疲れと、よっきみるんさんバラありがとう。あ、お利口さん過保護やけん内緒にしとこう。ウケる。でも今日のこの今日の帰りの移動のおかげで私めっちゃ元気です。帰りの移動の2時間爆睡でめっちゃ元気。みきやくん、アッシーさんありがとう。移動中寝てるよ。でも寝れん時が一回あったよね。それで結構爆疲れした。まあまあでもでも良いね。
かわいい。カズさん、回復薬ありがとう。通りで寝てない人のテンション違うよ、違うよ、違うよ、見てたんかい、違うよ。私ショートスリーパー、そう、速攻元気飲んでた。まあでも大丈夫、明日は早起きじゃないし。あっくん、回復薬ありがとう、チューチュー。アッシーさんありがとう。ミキヤくん、フミさんありがとう。セイくん、お疲れありがとう。え、そうなんだよね、フェス終わり楽しくて寝れない。そうなんだよね、そうなんだよね、それプラス翌朝早いで、そうなんだよね。セイくん、お疲れありがとう。ミキヤくん、ハートありがとう。今日も一日お疲れ様んぼー。お疲れ様、ごめん。よち、じゃあおちまいちょるかな。おちまいちょる、おちまいにちょる。みんなとバイバイ。ヘケです、ヘケ、バイバイ、バイバイ、ヘケ。てか、こっちメールで調べて終わろ。チョキーチョキチョキー。いっぱいのポカリー。リコちゃんお疲れだから寝るのだ。でもさ、やばいよ、結構元気元気ピンピンって感じです。ハヤトさん、ミャオさんありがとう。カズさんありがとう。アイルトン佐藤さんかわいありがとう。オットットさんかわいありがとう。昨日お話変わり、リコチかわいすぎて一生壁殴ってた。バイオレンスドンドンって。アダーク大丈夫？そのなんかどこにも発散させることのできないエネルギーをとりあえず壁にぶち当ててたんだ。八つ当たりしてたんだ。結構アドレナリン女です。みやごさん、ひとびよさん、みきやくん、チキンやろな、何人のバカ、お疲れありがとう。配信ありがとね。じゃあとりあえずお風呂入ってダラダラしようと思います。みやごさんありがとう。じゃあまた明日11時半ぐらいから、39位から、平成天狗さん、ひまわり29さん、しらすさん、なべさん、ひびきさん、笹がなさん、アッキーさん、ふみちゃん、広島の山ちゃん、 B ショップパウンさん、おひさまおじさん、シーメンさん、山丸さん、おりちゃん、ちきはさん、人生方向音さん、ズーデさん、ぼやっきーさん、あやかちゃん、かげろうさん、たくまさん、サム、のりさん、たかいちさん、かずさん、スノー、コンコン、トトラー、にょっきんみるさん、あーさん、あっくん、しらさめさん、ふくちゃんち、そして本日の秋元先生枠はまさ先生です。ありがとうございます。食パンダさん、ゆうや、ありがとうございます。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位はうっぽさんでした。うっぽさんありがとう。第2位はバリーさんでした。バリーさんありがとう。そして第1位はチキン野郎7人のおバカでした。ありがとうございました。ちょ待って待って、あのタワーのお礼さしてできてなかった気がするからさ、ちょっと待っててください。ちょっと落ち着いたので早速しようと思います。発売日にもらったタワーですね。そう、お礼できてなかったのでちょっとしたいと思います。
待っててください。福ちゃんちゃんありがとうありがとう、お疲れもありがとう。みきやくん、メロンパンさん、ハート、あくんお疲れありがとう。お、出発ガンバ、トトラ回復薬ありがとう。トトラお疲れもありがとう。え、遅くないか出発。みやもさんハートありがとう。バリーさんお疲れありがとう、ありがとう。じゃあ気をつけて来るんだよ、クルージング来る方は気をつけて来てくんよ。そしてのんびり過ごされる方はお盆のんびりしてくんよ。チキン野郎7人のおバカありがとう、ありがとう。ドグルイ、あ、ドグルイ、ハルルンさんお疲れありがとう、ニョッキンミルンさん千万両ありがとう。それではミキヤくんハートありがとう。それでは皆様健やかに行きましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえい、あーやすちー、みんな健やかに。お仕事の方はせいぜい頑張るんじゃ急に厳しい、せいぜい頑張るんじゃ。まあおいらも頑張るけの頑張ってくれ。じゃまた今日はいっぱいしボディーソープで体を洗って日焼け止めを落とします。てかマジ焼けた気がする。あ、いや、おちょかれ、おやすち、じゃあまたにゃん。せいぜい頑張りますね、ウケる、せいぜい頑張るんごせいぜい頑張るんだ。はやとさん、もりさん、うんぽありがとう。ではバイニャラポー。